ちょっと初っ端から出られるとちょっとリアクションに困りますね。持ってるし。よし、二機。いや。はい、下手な金図より全然嬉しいですね。下手な金図よりは。まあ2枚当たったって。アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。まあね、2枚当たったっていうのはまあ十分じゃないでしょうか。スタークジェガンとスタークジェガンとガンダム4号機。4号機はちょっと使えないかな。はい、てなわけで、本日はこのジェガン高機動仕様を使用していきます。はい、まあこいつなんですけれども、結構戦場で見るんですよね、このジェガン高機動仕様。まあ、何よりこの格闘プログラム D 出力改良型、これが非常に強力でして、多分格闘界ガンダム格闘界一最強機体なんじゃないかなと言われていますね。ジオにも勝てるし、何より今暴れているクロスボーンガンダムにも勝てます。まあ使い手が問題っていう部分もありますけどもね。まあそれこそね、女子とか子供が使っても大した戦果は見られませんが、はい、僕みたいにね、ガンダムオンライン古参から昔からやってる人間からしたら、これはもう本当神に与えられしプログラム。はい、そういうやつです。はい、てなわけで今回はこのジェガンを使用して、ナイチンゲールもとい、ジオン軍狂気隊を、片っ端から、落としていこうと思います。よろしくお願いします。はい、本日のフィールドはアクシズ居住区ですね。こちらの戦場はですね、上下に分かれていまして、A が上階層で、B が下階層となっておりまして、この戦場は本当決着は早くつきます。はい、この戦い、この五分のこの力と力のぶつかり合い、これは早く決着がつきそうだってやつです。はい、しかしながらちょっと僕はですね、まだここの、フィールド、実の言うところあんまり慣れていませんので、唯一知っている、AX 凸ルートを、今回ご紹介します。本当ここはね、もう凸の試合です。初動こそ凸の試合なので、いかに 全速力で駆け抜けるか、そこが大事ですね。こうまっすぐ一直線に突っ走っていきますんで、1位通過します。エテボンゲリーハプティズムいきます。どい
本当あの本当ダッシュダッシュ、ここはマジでまっすぐ振り返るな、まっすぐ進めでね。 ああやってたまにこうあの冷やかしでね、冷やかしに来るやつがおるんですわ。冷やかしがおるんですわ。こういうやつはもう歩きながらよし、これでいい。急いでもう拠点は近い、もう拠点、よしよし、よし、できるだけ近づかないように、よし、よし、残り、よし、逃がすな、オッケー、よし、このまま、下階層に降りるもよし、5番の線、どこから、ちょっと待って、降り方がわからん、拠点をダッシュした。次、そのままワインに流れるのが理想的なんですけど、ワイン、はあ、こっちか、はん、こっちか、あ、ここ通ればいいかったんか。進化すマジ。さあ見せようか。やはりもうどつき合いになりましたね。拠点を一つずつ壊して、ここからは本当にモビルスーツの戦いになります。もうここからはね、拠点への攻撃は通らないものだと思っておいていいでしょう。本当ね、マップ把握さえね、ちゃんとできていればね、すぐに動けるんで、どこに行けばいいか、迷子にならずに進みますので、そこら辺だけしっかりしときましょうね。うりゃー！逃がすか！逃がすな！逃がすな！カバーしてよ！アリス、とりあえずここの中央で、3番を取りに行きますか。やばい、あいつ、あれはこのアリス発動中は本当にいろいろと性能がアップしますんで、多少の攻撃なら耐えることができます。なので前線に立て、こっからどうしたらいいけど、踏まれなんか、ここなんで、ここいや2番取ってないからいけないんじゃないの、これ2番踏まれているのが良くないのではないでしょうか。2番はこれ上だよな、2番って上行って、
逃がしたか。仕方ない。仕方ない。今のは一人でしたから、今の一人でしたもんだって。一人やったから、そんなん、しゃあないしな。そんな。一人でしたし。2番を。まだ終わってない。やりました。我が軍の勝利です。早かったですね。はい。まあまあぼちぼちといったところでしょうか。やはりね、ちゃんとマップを把握していたら、間違いなくこの戦場、僕が主導権を握っていましたね。なんだったらもっと早く決着がついていたかもしれません。一つ目の拠点までは非常に良かったんですけど、そこからの行動に迷いが生じましたね。迷いが生じて、ちゃんとマップを理解していた場合は、間違いなく、下の拠点もきっちり破壊できていたことでしょう。はい、ちょっとマップを覚えなきゃいけませんね、ここは。はい、てなわけで、今回は、ジェガン高機動使用0キルでした。ご視聴ありがとうございました。